高橋瑞子は、日本の医師。荻野吟子、幾沢久野に次ぐ、日本で第3の公共女医である。当時の唯一の私立医学校でありながら、女子の入学を許可していなかった、済生学舎に、女性である、自身の入学を認めさせることで、女性の医学への門戸を開かせた。日本女医の開拓者、日本の女性医師育ての親、女医のパイオニアとも呼ばれる。その波乱万丈な生涯でも知られている。瑞子は、医師となった後に名乗った名で、戸籍名は、高橋瑞、または高橋水。別名、高橋光、高橋光。姉の息子に、避妊法、荻野式で知られる、医学博士の荻野久作がいる。三河国はず郡西尾で、中級武士である、西尾藩藩士の家に誕生した。父は、巧妙な漢学者とも言われ、和漢の学に造詣が深かったことで、瑞子は、強い工学心を抱いて育った。幕末の動乱により、父は、没落士族となり、生活は楽ではなかった。1862年、瑞子が9歳の時に、父が病死し、母も間もなく死去した。高橋家の家督は、長兄夫妻が継いだ。瑞子は兄たちが漢学を学んでいた影響で、自らも学問を望んだが、兄から、女に学問は、不要と希望を絶たれた。西方の教えを兄嫁に請うたが、兄嫁に無視されたため、瑞子は、既成の着物を解いて、構造を研究し、自力で裁縫を身につけた。この頃より、他人に頼らず自力で道を突き進んでゆく性格は、現れていた。1877年、東京の叔母から、養女に迎えたいと請われて上京したが、叔母の家ではすでに養子が迎えられており、結婚を前提とした話であった。叔母が財産家にもかかわらず吝嗇家で、瑞子にろくに食事を与えないなど虐待したことなどが理由で、結婚話は約1年で破綻し、瑞子は家を出た。生活のため、ある家に手伝いとして住み込んだところ、その家の者の弟への嫁入りを勧められた。相手は小学校の教員であり、生活の上でも不安がないと思われたが、これも失敗して離婚した。この他に、車屋と同棲して、飢えをしのいだ話なども伝えられている。後年に瑞子と親交を持つ吉岡弥生は、当時の瑞子の生活の窮状を、実著で以下の通り述べている。女が働いて自活すると言っても、仕立て物や洗濯の内職で得られる収入は、他家の知れたもので、高橋さんは持っていた着物や道具を室に入れたり売り飛ばしたりして、どうやら飢えをしのいでいました。高橋さんが、車夫と一緒に住んでいたという噂は、もし本当であったとしたら、おそらくこのどん底時代の出来事ではなかったでしょうか。高橋さんの男勝りの性格や、伝房肌のところには、よほど浮世の荒波を潜ってきた人でなければ見られないものがありましたから。吉岡弥生、秋山郎さん、瑞子二節、秋山1991、P70 より引用津久井磯当時の東京で、女性が一人で自活していくことは、並大抵のことではなかった。瑞子は手に職をつけることを考え、産婆への道を志した。良妻賢母の思想が根強く、女性が仕事に就くことが困難であった当時、産婆は、例外的に女性のみが務めることのできる稀有な職業であり、その上、収入も安定し、政府や地域社会に認められた職業でもあった。産婆会の会長である、津久井磯が前橋で数人の女子を雇って開業していたことから、1879年、瑞子は前橋に移り、知人の紹介により、磯の助手として住み込みで勤めた。瑞子は、新参者にもかかわらず、早々に頭角を現し、磯の信頼を得るに至った。磯の没後に建立された、後日の顕彰碑にも、瑞子のことが、従有最も久しく、学術最も勝ると記載されている。折しも1876年に東京府で産婆教授所が設置されて、以来、産婆教育は従来の徒弟制度に変わり、正式な産婆教育が開始された時期であった。磯は瑞子に正式に産婆学を学ぶことを勧めた。1881年、瑞子は産婆開業資格を取るべく、上京して、産婆養成所である公共塾で学んだ。学費は磯が援助した。瑞子は磯の助手として産婆の実践を学ぶことに加えて、この公共塾でその実践を裏付ける理論を学んだ。特に徒弟制度では、学ぶことのできない異常妊娠分娩産褥論、諸生事処置などを学ぶことで、学問としての知識と技術、医師と産婆の職域の違いを明確に理解した。1882年に公共塾を卒業。同1882年、内務省産婆免許を取得した。産婆は当時、社会進出を目指す女性にとっての花形職業であったが、東京府の産婆は約3000人のところ、正式な免許取得者は仮免許を含めてもわずか658人であり、瑞子のような産婆が希少な存在として尊重されていたことが示されている。後年に発行された愛知県西尾市の西尾市では、本法によって内務省の産婆免許は実に瑞子をもって公私とすと記載があり、瑞子は内務省の免許を持つ日本でも数少ない先駆的な産婆であったと見られている。磯は瑞子を自分の後継者にと考えており、自分の息子の妻にと考えていたとも言うが、瑞子は東京での産婆開業資格を取得後、前橋に戻らずに東京に泊まり、医師を志した。産婆から医師への転身の理由については、以下の説が唱えられている。吉岡弥生はこれらのうち、最初から医師を志していたとの説を支持し、実著において、以下の通りの推測を述べている。同性の悩みを救おうとして、女医を志した理論家タイプの荻野さんと収入が多いというところから女医に目をつけた実際家タイプの高橋さんとはその点でも興味ある対象と言わなくてはなりませんでした。高橋さんにとって免許状は目的でなく、まず産婆になって医者修行の学費を稼ぐのが目的であったことは申し上げるまでもないでしょう。吉岡弥生、秋山郎さん、新産婆、秋山 1991P84 より引用長与千人氏しかし、当時、女性は医学校の入学も、医師開業試験も、受験資格がなかった。1883年、瑞子は、持ち前の行動力から、内務省衛生局長である長与千人氏に直訴して、現状を訴えた。長与の返事は、もうしばらく待てとのことであった。瑞子はこれを良い感触と受け取り、勉強のために大阪の病院での実地で内科、外科、産婦人科を学んだ。しかし学費が不足したとみられ、翌年に前橋に戻って新産婆の看板を出して開業した。当時の正式な免許を得た産婆の一人であったことで名声を博し、産婆として大いに活躍した。地元の有力者と相談して、地元で優秀な産婆を育てる必要性を説き、産婆学校の開設を考えるなど、正式な産婆の少ない当時としてはユニークな試みもあった。済生学社1883年10月、内務省で女子の開業医試験の受験が許可された。翌1884年、荻野吟子が医術開業試験に合格した。瑞子はこの知らせを新聞記事で読み、女子に医師への道が開かれたと知った。しかし開業試験の受験には医学校での勉強が条件に課せられていた。女子も入学可の医学校としては正医会講習所があったが、月謝半年分の全納が条件であったため、学費不足から断念した。続いて全納金の不要な月謝制の医学校として、当時の唯一の私立医学校である済生学社の門を叩いた。済生学社は、純然たる開業試験の予備校であり、月謝も月ごとの分納であったため、瑞子のように苦学する立場の者には非常に好都合な学校であった。長谷川靖済生学社は後年に女子の入学を許可するものの、当時はまだ不許可であった。瑞子はその推しの強い性格から校長に面会を求め、3日3晩にわたって無言で校門に立ち尽くした。食事も睡眠も取らず、男子学生たちの冷やかしややじにも耐え続けた。3日目に校長の長谷川靖に会うことができたが、返事は考えておきましょうのみであったため、その後も連日で嘆願し、10目にして入学を許可された。普段は男同然に振る舞う瑞子は入学を許可されて初めて声を立てんばかりに泣いた。同1884年、瑞子は再生学舎で初の女生徒となった。周囲の学生は男子ばかりであり、瑞子は紅一点といえば、聞こえは良いが、口述のように大柄の上に化粧着もなく、男子学生たちからは嫌がらせの的となった。奇声、口笛、嘲笑、黒板の卑猥な落書きなどの嫌がらせが続いたが、瑞子はそれを無視して勉強を続けた。包帯の実習など、二人一組での実習でも、瑞子と組もうとする男子学生はいなかった。骨の標本を観察しようとしたところ、男子学生が貸さないので、夜に墓場から骨を掘り出し、洗って用いたとの逸話もあった男子たちよりも、瑞子を苦しめたものは、資金面であった。頼れる親戚は皆無であり、産婆で稼いだ資金に、津久井磯からのある程度の援助、さらに身の回りのほとんどのものを質入れしても、全く不足であった。瑞子は勉強の傍らも内職で女中、手紙の代筆、着物の仕立てなど、自力で生活費と学費を捻出した。学校を終えて19時頃に帰宅すると復習、その間に病院へも顔を出し、日付が変わる頃には内職に取り掛かった。学校では日暮れになってもランプの明かりが暗く、黒板の文字がよく見えない上に、後方の座席では講義も聞き取れないために、できるだけ良い席を確保するために、翌朝はまだ暗いうちから書物を背負って学校へ向かった。怪しげな姿をよく巡査から咎められた。文字通り不眠不休の生活であった。ろくな食事をとることもなかった。当時の金銭的な窮状を瑞子は後年以下の通り振り返っている。何しろひどいスカンピンでしょう。お金になることというのがいつでも第一恋しかったね。それでならよその台所も這い回ったし、手紙の代筆でもどこかへ、届けの代書きでも何でもござれ、時たま忙しい産婆さんの手代わり頼まれたり、産後の付き添いなんてのがあるとありがたかったね。高橋瑞子、島本久江、女医ことはじめ、島本 1966P86 より引用私の勉学時代は随分惨めなものでした。何しろスカンピンの上に学費といっては、親からも誰からも何一つ補助を受けませんでしたからね。とても今の方にはご想像がつきますまい。ですから学校へだって、金のある間だけツーツで、そのうちに1月もすると金がなくなるから止めて、また金を貯めていくという風で、満足に行くことはできませんでした。高橋瑞子女子探訪記、日本女医会雑誌 2018P9 より、引用医術開業試験、順天堂医院、佐藤進1885年に、医術開業前期試験に合格した。続く、後期試験にあたっては、臨床試験があったため、順天堂医院に実地研修の申し入れたが、やはり女子は不許可であった。偶然にも、当時の自宅の隣人が順天堂医院の院長である、佐藤進の甥であり、瑞子の猛勉強ぶりを知っており、この甥が佐藤に進言したことで、受け入れが許可され、同医院で女性初の医学実地研修生となった。順天堂では、瑞子の窮状から月謝が免除された。入学金のみ用したため、瑞子は、どうせ夜は本当に寝ないからと言って、夜具を売り払って入学金に充てた。佐藤進はその事情を同情し、その入学金も返金したが、瑞子は、一度手元を離れた金だからと、その金で夜具を買い戻すのではなく、以前から欲しかった、聴診器を買った。佐藤は、すべてを医学に捧げる瑞子に感心して、親身になって、瑞子を指導した。また、佐藤の妻の佐藤静は、窮状を抱える女性への支援を惜しまなかった人物であり、あまりに質素な瑞子の身なりを見かね、自分の古着を送るなどして支援した。1887年3月には、後期試験に合格。翌1888年、36歳にして、日本で第3の公共女医として登録された。同1888年、佐藤静や知人たちの援助を得て、日本橋の元大工町に高橋水子院を開業した。場所は魚河岸に近い町であり、周囲からは、女医さんなら山の手のような品の良い場所がいいのにとも言われたが、水子は、そやな自分には、下町の気風が似合う。日本橋なら金回りは良いし、診察代の取りっぱぐれもないと言い放った。開業にあたっては借金もしたが、貸主は、水子の将来性を見込み、無利子に等しい状態で貸したと言い、これも、水子の人望を物語っていた。開業初日には、順天堂での縁からか、大勢の医師たちが、開業祝いに駆けつけて、下町の住人たちから驚かれた。口述のように水子が、男のような気性であったため、江戸っ子気質の現地の人々から支持され、開業早々から盛況であった。当時は、女医が珍しかったことも、人気の要因となった。困窮者からはあえて診察料を受け取らず、かといって、金持ちから、必要以上の診察料を取り立てることもなく、患者たちから慕われた。それどころか、貧乏な患者には帰り際に米を持たせることすらあった。魚屋からは新鮮な魚が、八百屋からは野菜や果物が届けられ、生活にも困ることはなかった。水子は患者の中でも特に子供を大事にした。ある時に富豪の家の子供が母に付き添われて診察に訪れると、水子はその子が虚弱体質だとわかり、母にこの子を殺したければ、せいぜい学校に通わせればよいでしょう。でも長生きさせたければ家で遊ばせるのが良いでしょうと勧めた。母は勧めに従い子供を退学させた。1890年38歳の時、ドイツのベルリン大学で本場の医学、特に産婦人科学を学ぶことを望んだ。理由は、水子は多くの患者を診察するうちに自分の未熟さを痛感し、より医学を学ばなければならないと考えるようになったため、または口述のような男装姿を警官から不審に見られ、本当に医者か免許を見せろなどと言われ、国外の勉強で男以上の実力をつけることを望んだため、などの説がある。また、岡見圭がアメリカのペンシルベニア女子医科大学を卒業して医師となったことに触発されて、アメリカに対して本場のドイツの医学を学ぶ気持ちを抱いた可能性も示唆されている。佐藤進はアメリカ行きなら助力できるとアメリカを勧めたが、水子はあくまでドイツ行きを希望した。留学資金の調達には開業時の借金の貸主の援助があった。また言葉の問題については、恩師の津久井磯の義孫がドイツ語を学んでいたため、家庭教師を請い、付け焼き場ながらドイツ語を学んだ。水子はずだ持ちで体が弱く、ドイツは気候面で不安があり、周囲は反対したが、水子は死んでもいいから行きたいと、その反対を振り切って日本を立った。下調べも紹介状もない独断での渡航であり、ドイツでもどの大学も女子の入学を許可していなかった。そもそも当時のドイツは女子の医術開業自体を禁止しており、医学や技術自体はともかく、女医の道の点では日本に遅れをとっていた。その水子の旧情が、ベルリン大学の国保研究所に勤めていた北里柴三郎の耳に届いた。北里は40歳近くでドイツ語もうろ覚えの女性がベルリンに医学を学びに来たと聞き、驚いて椅子から転げ落ちそうになったとも伝えられる。北里は佐々木東洋と共にオーストリアのウィーン大学への留学を手引きしようとしたが、水子の願いはあくまでドイツでの勉学だった。また、ウィーン大学もドイツ同様、女人禁制であった。当時の水子の下宿先は、薬学者の永井長義や理学博士の田中昌平が、ドイツ留学時に滞在した場所であり、そこの女主人は、日本人から、日本ばあさんと呼ばれるほどの親日家、かつ聡明な人物であった。この女主人が水子に同情すると、水子は、こう言い切った。私は、武士の娘ですよ。いざとなったら、日本の武士は切腹してでも、自分の意思を通します。どうしてもベルリン大学が入学を拒否するなら、覚悟があります。産婦人科の前で胸を刺して、自殺するくらいのことはできますよ。そうすることで、今後、私と同じ志を持った女性に大学入学への道が開かれるなら、これほど愉快なことはありませんからね。高橋瑞子、磯貝逸夫、ベルリン大学の日々、磯貝1990、P260 より、引用女主人は、瑞子の真摯さに心を打たれて、瑞子を連れて、ベルリン大学の医学部教授のもとを訪れ、こう訴えた。ああ教授、ドイツは頑固で、愚かしい制度によって、日本の尊敬すべき、女性医師を殺そうとしている。私は、忠実なる、ベルリンの市民の一人として、今やドイツが犯さんとしつつある、殺人行為を、神の御名において阻止することを誓う。汝、殺すなかれ、アーメン。磯貝逸夫、ベルリン大学の日々、磯貝1990、P260 より引用。この女主人の尽力の末に、瑞子はベルリン大学に受け入れられた。入学こそできなかったものの、聴講生としての受講、臨床実験の見学も許可され、産婦人医学を修めることができた。北里らはその勇気と執念ぶっかさに驚くとともに感心した。岡見圭のようにアメリカに渡って女医となった例はあるが、医師の資格を得てからドイツへ留学した日本女性は瑞子が初であった。瑞子がドイツで学んだ内容は具体的には明らかになっていないが、この時ベルリン大学で瑞子が紹介された教員は当時のドイツ屈指の産婦人科執刀医である。ロバート・ミカエリス・フォン・オルスハウゼンであったことから、高度な知識と技術を習得することができ、日本へ帰国後の多くの母子救済に生かされたものと考えられている。翌1891年、瑞子は慣れない、ドイツの地での無理がたたり、病気を患って吐血した。先滞在費に加えて治療費で留学資金がつき、重症のまま帰国した。一時は命すら危ぶまれ、佐々木東洋が無事に帰国するのは難しいかもしれないと危惧するほどの病状であった。ドイツの3人の医師がドイツでの回復は困難、航海中の無事も保証できないが日本へ近づくのが良いとの判断での帰国であったが、帰国後は病状が奇跡的に回復した。この医師たちやベルリン大学への手引きをした下宿先の女主人への恩義を瑞子は帰国後に以下の通り語った。日本では眼見だったんだけれど、向こうじゃひとたまりもなかったってわけか、どうせ、インド洋あたりで、水槽のつもりで、船に乗ったと思い、それがさ、死なないだけじゃない、どうしてか世の上で治って、神戸を元気で上陸したっての、元大工町に戻ってみると、嘘のようになんでもなかった。やっぱりあれは私に待望すぎたんだよ。それからは、もうこの通りおとなしいのさ。三先生を拝んでるよね。あの親切なおかみさんもね。高橋瑞子、島本久恵、女医ことはじめ、島本1966、P88 より引用。日本橋での再開引用後は、ドイツ仕込みの腕前との評判により、医院の名声も高まり、同業者の間でも、羨望の的となった。ベルリン滞在期間は、佐藤進や永井義と比較すると非常に、短期間だが、短期だからこそ、現地で得られるものを徹底的に得ようと努力していたようで、帰国から引退までに、産婦人科及び小児科医として、症例研究を扱って発表した論文が、後年にいくつか発見されている。当時、女医としての医学雑誌への投稿は、非常に珍しいことであった。瑞子の医院には、女性が勤めたことがあったが、夜道の往診で危険な目にあった経験から、以後、瑞子は男性のみを内弟子に雇った。男ならどこへ放り出しても大丈夫との弁だった。女性はかえって世話が焼けると言い、女はダメだが口癖だった。男性たちは、用心棒も兼ね、薬局や代診も手伝った。当時の瑞子の経済状況については、資料が確認されていないが、この数年後に、吉岡弥生が開業した時の年収が2000円で、これが一流の地方病院に相当することから、瑞子の年収はその数倍と見られている。なお、当時の総理大臣の年俸が9600円の時代であった。年をとって万が一にも誤診をしては大変なことになるから、60歳で廃業すると以前から宣言しており、その言葉通り1914年の還暦の祝宴で引退を表明して潔く引退した。引退に際しては新聞2社に以下の記事を掲載した。何が大切と申して、この社会に生命というものが第一大切なものです。その大切な生命を預かるというのに、60以上にもなっては、もしも過ちがあっては済まないことですから私は今年、限り生命を預かることをやめようと、決心しましたのです。高橋瑞子、読売新聞1914年12月14日、東京長官、大竹、白丸&佐藤 2014。P94 より引用。日本女医会による日本女医会雑誌同年10月10日号では、瑞子の引退を受けて、その偉業が、女子の履歴は立派な一編の立志団で我々、後進者を益すること少なくないと信じます。私どもは、女医会の偉人なる女子を長く忘れてはならないと思いますと称えられた。引退後は病院を閉じて、京橋区、六兵衛町に転居した。その後は、青年期とは対照的に和歌をたしなむなど、静かな余生を送った。和歌は、父譲りの趣味であり、自ら和歌を歌う傍ら、両親の意向集、春下流集を発行した。西尾の和歌集団との交流のために頻繁に帰郷し、郷里の寺に自ら建てた父の石踏みに前に佇むことも多かった。瑞子が再生学者の門戸を開いたことで、再生学者は1901年に全女子学生を締め出すまでに約100人の女医を輩出した。中途退学者や途中で挫折した学生も含めれば、その数は400から500人にまで上った。医師を志す女性の学ぶ場所を瑞子が獲得したといえ、こうして女性が医学を学ぶ道を開いたことこそ、瑞子の最大の功績とする声もある。しかし、当の瑞子自身は、500や600のお産を見た程度で、専門家気取りとは、近頃の娘さんは、いい度胸だね。私なんざ、開業までに2万人を手掛けたよ、などと、毒舌も吐いていた。1917年、自動車に右足を引かれる大事故に遭い、意識不明の重傷に陥ったが、かつて学んだ、順天堂病院に搬送されて、一命を取り留めた。大正初期は、東京中心部でもまだ自動車の数は少なく、交通事故は非常に珍しいことであった。産婆として学んでいた津久井磯は瑞子にとって終生の恩師であり、終生にわたり親戚同然に温かく交際を続けた。磯の没後には、顕彰妃の建立のために奔走した。1920年、前橋で顕彰妃の除幕式に参列した。戦術の磯の義孫のことも可愛がり、彼が1年間の世界漫遊旅行に立つ際には、その費用を無利子で気前よく貸した。晩年は病気がちとなり、1927年2月23日に風邪をひき、24日に肺炎を併発した。同1927年2月28日、右肺常用クループ性肺炎により76歳で死去した。なお、直接の死因は肺炎だが、狂戦に悪性腫瘍も認められたため、半年も持たなかったろうと診断されている。下記の論文のうちの一つ、母体の悪しきと障子の潮位症との関係は、乳児の脚気を例証した論文である。明治期、特に1890年代末から1910年代初頭に、かけての脚気による死亡数は1万人を超え、その約 5% が乳幼児であった。瑞子はドイツ留学を経験した専門医として乳児の死亡率の減少を追求して乳幼児の救済に努めようとしたものとみられている。瑞子の慈善活動を報じる新聞記事。向かって右より順に読売新聞1889年12月26日東京長官同1892年5月20日東京長官東京朝日新聞1898年7月4日、長官。瑞子が最初に開業した、翌年の1889年12月26日、読売新聞の事前の欄に、瑞子が東京の育児施設である福田会の恵み愛部に寄付を行ったことが掲載されている。福田会は、貧窮状態にある児童の救済のために設立された施設、めぐみ愛部は、福田会に創設された婦人部である。当時は、明治維新の最中、政府が体制の不十分なままで、富国強兵や殖産興業などの政策を推進したことで、人々の生活が混乱して困窮し、特に士族は廃藩置県や版籍奉還に伴って特権を失い、生活が悪化を始めていた。瑞子も、また士族出身で恵まれない幼少時を過ごした過去があることから、多くの母子を救済したいと考えていたものと推察されている。ドイツ留学から帰国後は、産科に限り、貧窮者の無償施療を始めており、1892年5月20日の読売新聞、1898年7月5日の東京朝日新聞などに、その旨の広告が掲載されている。当時は多産であり、中流家庭でも出産へ要する費用の捻出が困難で、適切な助産行為を受けられるものが少なかった。また1890年代末の妊産婦死亡率は、後の平成期と比較すると100倍以上に達し、当時の出産は非常に危険なものと言えた。こうしたことから瑞子の施した産科施療は、母子、特に貧困者層の保健衛生の向上に対して大きな影響を与えたと言える。さらに貧窮者への支援として、小児科医として主刀医の資格を所持していたことから、予防接種のために孤児院へも出向いていた。1906年6月18日の朝日新聞には、瑞子が乳児院で無償で主刀治療を行ったと報じられている。日本での主刀は幕末から普及していたが、その努力も及ばず、1886年には死者は天然痘による18000人以上に上り、最も恐ろしい伝染病の一つと言えた。政府は、この予防のため1876年に、主刀医規則や天然痘予防規則を定めたことから、瑞子もまた、子供たちの命を守るため、無償で主刀医療に努めたと考えられている。瑞子が晩年にたしなんでいた短歌は、没後に、鹿版の歌集、随雲集として発行された。以下の歌はいずれも、同歌集に収録されている。瑞子が、父の意向集、春夏柳集に添えた直筆の歌、敷島の道をたどりしなき親の心ばかりも残し、おかなむ。大意は、古き良き日本の美しさを知っている両親の心を残しておきたい。随雲集の瑞子直筆の短冊の一つこの他に、喘息の療養のために滞在した熱海の梅園、1923年に体験した関東大震災なども短歌に詠まれている。これらの和歌について、北海道立文学館の学芸士官である神明秀人は、ストレートな表現、技法であり、隋のたくましさや強さが感じられる作品であると評価している。また文芸評論家の勝本誠一郎や、瑞子の郷里である西尾市の編纂委員を務めた磯貝逸夫は、以下のように述べている。この時代としては、仏教的でも、キリスト教でもない。淡々たるところに特徴がある。日本とドイツで西洋医学に身を打ち込んだ人の精神的態度の究極が反映したもので、一社、森鴎外の晩年の作品の裏にある一点と同質のものである。勝本誠一郎、磯貝逸夫、瑞子の詩、磯貝1990、ピアニッシモ269から270より、引用随雲集の歌は、花鳥風月を歌ったものが多く、そこには生活の苦さすらない。あれほど激しく生きた人のものとは思えないほどである。私にはなんとく馴染めない。磯貝逸夫、瑞子の詩、磯貝1990、P270 より、引用、随雲集は、基本的に活版印刷だが、瑞子の直筆の短冊の写真もいくつか収められている。瑞子が書道を習ったことは確認されていないが、その文体は、優しくたおやかな文体、線は太め、ふっくらと、おおらかな達筆で、その人柄が反映されているようだなどと、評価されている。吉岡弥生東京女医学校設立者である、吉岡弥生は、再生学者での瑞子の後輩にあたり、瑞子と親交があった。瑞子は70歳の時胆石を患い、晩年の病床を見舞った吉岡に、瑞子は私の体を解剖して、学生たちの研究に役立ててほしい。骨も焼いてはもったいないので、標本にして教材にしてほしいとの遺言を残していた。この遺言は、1921年6月10日の読売新聞東京朝刊に掲載された。没後は医師に基づき、遺体は東京女医学校で解剖実習に供された。執刀は同校教授の佐藤清の執刀、立会人は女医の連絡機関である日本女医会の評議員たちが務めた。解剖後の遺骨は骨格標本、高橋先生のお骨として、東京女医学校の校宝として保存され、太平洋戦争の空襲で病院が焼失する中でも守り抜かれた。吉岡は死してなお医学のために尽くそうとする、この大先輩の息に打たれないではいられませんでしたと、瑞子を称えた。情においては忍びませんでしたけれど、私の方の佐藤博士執刀のもとに、この光栄ある解剖を行い、お骨は型のまま大切に、ガラスの箱を作って校内に安置いたしました。詳細な病歴と冒険記録を取っておきましたが、その遺骨は高橋先生のお骨と申し、私どもの学校の校宝として、多数の学生に浅有無言の感謝と激励を与えているのであります。吉岡弥生、津久井磯、瑞子の詩、津久井1990、P269 より、引用女性史研究家の村上信彦は、自著、明治女性史において、瑞子を、こう査嘆した。昭和の若い女子医学生その前に立ち、眺め、経歴を読む。ただし幾人がそれを読破できたであろうか。明治の先駆者の鵜原の道を追体験するにはあまりに、遠く、激烈であった。村上信彦、杉本園子、ガラスケースに立つ骸骨。佐藤&園地 1981、P48 より引用吉岡弥生は、日本初の公共女医である、荻野吟子を引き合いに出して、荻野さんが、日本の女医の生みの親だとすれば、育ての親にあたるのが3番目に女医になった、高橋瑞子さんでありますと語った。瑞子の開業の前年に、日本第二の公共女医となった、生沢久野もまた、1943年1月の、日本女医会雑誌からのインタビューに対して、日本女医の道を開拓した人物として、瑞子の名を挙げた。日本最初の女医の道を開いたのは、荻野さん一人の力ではなく、その外に、高橋瑞さんと私とが加わっていると思います。ただ荻野さんは、第一番目に医者となられたので、その元祖という名を得られたに過ぎない。生沢久野、田川清、生沢久野杜氏を抱負。田川 1943P14 より、引用母碑は、郷里の愛知県西尾市の森岩尾寺に、瑞子が、父のために建立した石踏みと共にある。ただし、上述の通り検体して、東京女子医科大学に遺骨が保存されていること、また独身で子供もおらず、遺骨を持ち帰る遺族もいなかったであろうことから、この墓に、遺骨は納められていないと考えられている。また瑞子が生前に東京都世田谷区の豪徳寺の住職と親交があった縁で1933年に近親者により豪徳寺に記念碑が建立された。2011年には瑞子の骨標本を新たに調査した結果、妊娠の経験の可能性が発見された。瑞子はかつての貧窮時代の語りを嫌うことで知られるが、この新たな発見により、瑞子があまり語っていなかった過去の貧窮時代の妊娠、出産の可能性が高いことが示唆された。男性との同棲や結婚の経験もこの可能性の高さを裏付けている。しかし瑞子が子供を出産して育てたという記録は発見されていない。したがって瑞子は経済的事情により子供を育てることが叶わず、母子の救済のために尽力したいとの思いで、産婆の道を進み、そして多くの女性や子供たちへの慈善活動につながったとの推察もある。骨太で男勝りの体格であり、髪も短髪であった。ドイツ留学時、日本公使館の館員たちは、瑞子を見て驚き、後年、半額の生まれ変わりみたいな中婆さんと解雇した。50歳を超える頃には、肥満が進行し、裾がはだけて、歩きにくいので、袴を着用した。まるで女の相撲取りとも言われた。没後の遺体解剖所見の内容を一部要約すると、身長約145センチメートル、骨太、大変な肥満であった。また、脳髄の発育は、極めて良好、脳内質に異常なしとあることから、76歳の老体にも、かかわらず、思考や感性の衰えはなく、痴呆の傾向もなかったことが示されていた。瑞子を主人公とした小説、骸骨交渉を表した杉本園子も、その容姿を商売を切って回す、大棚の女将、大きな料亭で睨みを利かす、やり手の女将と表現した。再生学者への入学やドイツ留学の逸話が物語るように型破りな個性の持ち主であった。男物の服を身につけ、道を行く際には荷物を風呂敷で包んで首に巻きつけ、肩を揺さぶって歩いた。酒もタバコも好んだ。下記は湯文字と羽織だけを着て、大きな乳房を晒して平気で人前に出た。人力車に乗り、走り方が少しでも遅いと、張ってるのかい？もっとキリキリ飛ばさんかいと、太くて、低い、凄みのある声で叱咤した。その姿は、日本橋の名物の一つとも言われ、下町の女性たちからも憧れられた。思い切りがよく、思い立ったら、行動に移した。物おじもせず、負けん気が強い性格であった。窮状を抱えても決して表情には出さず、むしろ笑い飛ばした。順天堂委員に研修を断られた時も、隣人から同情されても、女はダメだって言われてしまいましたと笑うだけだった。彼が佐藤に研修を進言したのは、この性格を気に入ったためとの説もある。豪徳寺の記念碑にも、その人物像を除血と刻まれている。その一方で、ドイツからの帰国後に何度か移転し、瑞子の家を買った者が、関東大震災で家を失うと、瑞子は、不運な買い手への医者として、残金を棒引きにした上に、見舞金まで送るなど、人情家の一面もあった。周囲からは、随さんの名で呼ばれ、親しまれた。窮状を救ってくれた恩人へは礼を尽くし、医師として名を成した後には、諸生たちを一人前に育て上げるために学費を援助し、その支援により、工学博士や医学士となった者も多かった。反戦ジャーナリストとして知られる、桐生悠々も、瑞子の援助を受けた一人であり、瑞子が桐生に出した援助の条件は、私の方が先に死ぬから、死んだら墓を作ってくれればいいであった。援助した者の一人を自分の命と縁組させたこともあった。弟子に対する態度も、まるで男のようであった。銀の細い延べギセルを使っておられたが、我々が何か不始末をしでかすと、それで肩口を発しと打たれる。その気合の良さは無類だった。この痛さを忘れるなよ、という言葉にも誠意がこもっている感じで、自然に頭が下がってしまった。瑞子の援助により開業した医師の一人、磯貝逸夫、帰国後の生活、磯貝 1990P264 より、引用医師を廃業した時には、以下の通りの挨拶文を出した。これにも、よく言えば率直、悪く言えば、無遠慮とも言える瑞子の人柄が現れているとの意見もある。今後はどちらへもご無沙汰がちに遭い、聖夜も計られず、功につき、そちら様にて当方へのお心遣いは、必ずご無用に頑丈こう。なおせっかくお出くだされ候うても失礼いたすことも、言うのべく、その節はあしからずお姿謝願い上皇。高橋瑞子による、引退の挨拶文、磯貝逸夫。医師廃業、磯貝 1990P266 より、引用若い時代から苦労を重ねただけに、人生経験が豊かで、人の心の機微や世間の事情によく通じ、交際範囲は広かった。順天堂での研修で、隣人や佐藤静の助力を受けたことも、瑞子の性格を物語っている。また下宿で長く友人付き合いした者に、医学者の岡田和一郎がいた。瑞子は岡田と花札友達であり、受験最中でも、余暇には岡田と花札を楽しんだ。過去の思い出を語らないことでも知られた。戸籍により生年月日と出身地が判明しているが、故郷があったか、いつ出てきたかは全部忘れた。ただ、ひょっこりと今、ここにこうしているだけと語る調子であった。年齢を尋ねられると、年は年に一つずつ取るものと答えた。開業後に弟子を取った後でも、長年にわたって一緒に暮らした弟子にさえ、自分の子供時代のことを語ったことは一度もなかった。医師としては、親切な態度で患者に接したため、評判が良かった。短髪で羽織袴姿であったことから、男装の女医さんとも呼ばれた。風俗画報の新鮮東京名所図会にも取り上げられた。戦術の勝本誠一郎は、少年期に瑞子の患者の一人であり、ドイツ留学から帰国した頃の瑞子のことを以下のように回想した。袴を履いて短い短髪だったから、今で言えば、宝塚スタイル。この先生の大きなガラガラ声が、どうしたね、などと玄関で響き渡ると、下痢したり咳をしたり熱を出していた、幼い私は、思わずほっと救われた感じがしたものだ。勝本誠一郎、石原愛香、明治の、杏林女傑、高橋瑞子とその周辺、石原 2012P149 より、引用離婚後に生涯を独身で通したことについては、瑞子は以下の言葉を残した。男なんざ、まっぴらだね。くだらない亭主を持って、あくせく苦労するより、やりたいことを存分にやれる一人暮らしの方が、どれだけサバサバしてるか知れないよ。高橋瑞子、杉本園子、たった一人の女子学生、佐藤&園地 1981P24 より引用。ありがとうございます。